Mount Alex Kelling, final, 4-1-6 first hits. Patrick Constable from Australia, Tomoyuki Kawabata from Japan, Martis Buffery from Beach Cycling Club, Sebastian Brizzi from France, Yuta Wakimoto from Japan, Quentin Rofolk from France.さあ男子エリート競輪の決勝1位から6位決定戦となります。まずは1周を回ってきました。さあパトリック・コンスタブル、そして川端智之、マティス・ブフリー、そしてクエンティン・ラファルクが4番手でしたね。脇本雄太、そしてセバスティアン・ビジエの順番で、まずはラインナップです。2周回ってきます。さあ先ほどは脇本雄太とパトリック・コンスタブルの戦いになった2組、2分の1決勝では脇本雄太が、そしてその時3番手に川端智之が入っています。さあそして川端智之が2番手の、その後方にはマティエス・ブフリが、そしてフランス勢2名がこの1位から6位へ決定戦に残っています。さあ脇本雄太が動いたぞ。残り2周回に入るところ、さあ早く動いてきたのは脇本雄太、そしてパトリック・コンスタブルの横に並びかけるところから、さあフランス勢もやってくる。まもなく残り1周になってくるが、さあ脇本雄太内側粘っている。残り1周、さあそれに続いていくのはセバスチャン・ビジエ、そしてその後ろにパトリック・コンスタブル、さあ脇本雄太が粘っている。さあ川端智之も後方から、脇本雄太が粘る、脇本雄太が粘る、脇本雄太粘りきった。脇本雄太が粘り切りました。早掛けかと思われた残り2周回からの先行、そして脇本雄太、昨日のジャパントラックカップ1に続きまして、このジャパントラックカップ2、本日の男子エリート競輪決勝も制した模様。